はい、皆さんこんにちは、高橋さんです。今日の YouTube は夜ご飯を食べながら雑談ということで、まあ、気軽に話していきたいなと思ってます。で、本当は料理作ってるところを、撮ってほしいとかあったんやけど、ちょっと画角が収まらなくて、天井じゃない、なんかちょっと間が低いんですよね。だからちょっと顔とか映らなくて、ちょっとなんかね、自分的にしっくりこなかったんで、料理出来上がったものを見せたいと思います。はい、出来上がったものはこちらです。多分写真を載せてるかなと思うんですけど、 見づらいかもしれない、落ちてしまうかもしれないけど、今日は酒、このイタリアのお酒、お酒じゃない、魚がめちゃめちゃ美味しくて、酒とこれはサラダでブロッコリー、はい、もうブロッコリーはしっかりと湯がいてます。今日はちょっとサボって電子レンジでチンしてしまったんですけど、時間ある時はブロッコリーをしっかりと煮るという、はい、まあ当たり前の行動ですね、ブロッコリーを煮るなんてね。ブロッコリー生で食べる人はいないです。はい、で米です、ね、炊飯器をこちらで変えて、まあ、その変えた理由としては、すごく仲良くしてもらってる日本人の奥さんの方がいて、でその、まあ、旦那さんが大学の先生、イタリア人なんだけど大学の先生で、奥さんが、まあ、日本人で、もうこっちに18年ぐらい住んでるって言ってたかな。もうすごいめちゃめちゃいい人で、でその人に炊飯器どうしたらいいですかねって言ったら、頼んでいただいて炊飯器をやっと購入することができました。やっぱりね、炊飯器を作った人は革命ですね。もう革命、もう炊飯器、ね、もう作った人にも握手したいです。自分はイタリアもだいぶ日本米の生産が増えてきて、いただきます。イタリアでも日本米の生産が結構増えてきて、なんか食べながらちょっとおしゃべり、今回だけ注意してください。喋りたいんで、先いただきます。結構、いいね、塩が効いてる。まあ、なんか味付けがめっちゃめちゃ、まず米から話すわ。日本米の生産が結構イタリアで増えてきてるらしくて、今、本当にもう、これも一応イタリアで生産されたやつなんですけど、まあ、日本米に近くて、これおすすめですっていうのを教えてもらって食べてるんで、いや、もうほとんど日本米ですね。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。やっぱ、炊飯器で炊くっていうのがね、炊飯器が来るまではあれで炊いたんですよ、鍋で。だから自分縄文時代でも生きていけますもん、鍋で米炊ける。まあ縄文時代鍋とかないけど、もう火と鍋、水、米あればもう自分はもうお米炊けます。お魚がね、本当イタリア美味しくて、今もう2ヶ月経ってもうそれを気づいて、まあ、スーパー行ったらまずはもうおかずとなるサーモン、酒買って、あとはお肉、まあ基本豚ですね。やっぱ栄養的に考えてもビタミンも入ったりとか、やっぱ体にいいのは豚っていうので豚を食べるんですけど、まあでもやっぱどうしても普段の食事ってなかなかタンパク質、炭水化物は結構取れて、まあイタリアはもちろんピザとかパスタも多いんで炭水化物って結構困らないんですけど、いやタンパク質が不足する。でもやっぱスポーツ選手として、まあ、栄養を取ること大事で、やっぱ特にタンパク質、体作っていく中でも大事なんで、タンパク質やっぱ足りないというか、まあ、やっぱ少なくなってしまう、魚一つでは。だから自分は食後にプロテインを飲むっていう形でやってて、まあまあプロテインで補いながら、あとは自分のいつもサポートしてもらってるサンクロレラ、これもタンパク質も入ってて、タンパク質50から 65g、100g あたり、脂質タンパク質とかで、これにしか取れへん葉緑素、葉酸、ビタミン B2、ビタミン B12、鉄とか、なかなか鉄分とかもね、取れなかったりするんで、やっぱこのサンクロレラさんも飲んで、もう自分は不足しているものは補っていくっていう形で、うん、ブロッコリーも絶妙ですね。うん、最初の硬かった頃はね、まあ、なぜかって言ったら湯がかなかったっていうのはね、まあ、原因なんですけど。で、後に、皆さん、めちゃめちゃ怖いこと言って、ブロッコリーは火を通さないとあれですよ、虫とか出てきますよみたいなこと言われて、もう食べてしまったが遅いっていう、もうどうしようもできひんやんっていう。まあでもそこまでなんか体調壊すこともなかったんで、よかったんですよ。今日米いつも3合炊いてて、今自分は夜2合半食べるんですよね、ご飯、白ご飯を、まあ、食べるっていうか食べるようにして、でそのまあ余った分は冷凍して好きな時に食べるっていうのがあるんですけど、で3合炊いて、いつも3合なら 3.5 のとこまで線まで水を入れるっていうのを書いてて、で 3.5 まで入れてたんですけど、なんかちょっと
2回ぐらいそれやって、まあ、若干ちょっとまた水多いなって感覚でちょっとベチャベチャしてたんで、このね3ミリぐらいちょっと減らしたんですよ。ちょっともう完璧、もうこれ家でご飯、家で食べるご飯ですわ。うん、やっぱお箸の持ち方大事よね。自分もいつぐらい持ったかな、でも結構自分兄弟の中でも早かった気がする。結構なんかやろうってなったらめっちゃ集中してやる人だから、なんか最初あの菜箸みたいな、菜箸っていうのかな、しつけ箸、何分からん、指さしてあのやるやつあるじゃないですか。であれをやってたけど、結局本番のボタンと感覚つかめへんみたいな思って、ずっとこれで無理やけど最初こうずっとやってて、そういったらもうやっぱすごいですよね、人間って自然にそうやってなんかずっと毎日頑張ってやり続ければできるようになるっていうね。何でもそうっすよね。自分もギターとかもバレエとかも、まあ、やっぱこれ続けてやってるからどん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 上達してるし、その中でやっぱり諦めたらね、それ以上ないですよね。だからギターも自分最初全然弾けなかったですけど、マジで大学の時に先輩横で寝てる横で朝の8時9時から弾いて、うるさいって言われながらもやって、まあ、でもそうやってずっとやり続けて1ヶ月でほんまに普通に弾けるようになったかな。あのそれなりにやっぱやり始めるまで自分結構遅くて、やろうって思うけどまあ明日みたいななってしまうことが多いんですけど、やっぱやり始めたら早い、もうとにかくそれしかやらないみたいな、まあ、いいとこでもあり悪いとこでもあり。だから2つ集中してやれないですよ。1つ集中してしまうから、1つのことに、だから2つやろうとなったら多分自分ねうまくいかないんですよ。だから自分なんかして人の話聞くのが絶対無理です。人の話聞いてなんかするのも絶対無理。まあ人それぞれですよね。聖徳太子みたいに10人の声聞けるってなったらまだ別ですけどね。何人もできるんやろ自分。何人もできるんかな。無理だな。1人が限界。でも10人の話聞いたら何得する。あ、渋谷とか行ったら10人ぐらいの話が聞こえるのか。別にいいか。やっぱサラダ大事ですよね。自分もサラダは絶対に取るようにしてて、なんかね食事にサラダがなかったらちょっと気持ち悪くなるんですよね。でも多分今小さな子供たちも見てくれてるかもしれないけど、自分も小さい頃、小学生の頃とか、最近までだな、中学生の時かな、もうあのサラダが大嫌いで、あのねサラダ食わんでいいやんって思ってたぐらいの人で、トマトも食べれるんやけど、サラダ別に嫌い食べれへんとかじゃなくて、別にサラダ食べなかったっていうのがあって、でもずっと食べなさいって言われてて無理やり食べたっていうのがあるんやけど、やっぱりなんていうの、サラダ食べることすごく大事やなって今なって思うかなと。こういうトップのところに来たから思うっていうのもあるけど、やっぱり食事のバランスとか多くのビタミン栄養素を取るっていうことはほんまにこの先もそうやし、あのスポーツやってるに関しては本当に大事なことやなって。やっぱ体が命ですからね。スポーツやる上でもいかにコンディションよく保ってられるか。うん、美味しい。やっぱ自分で作るご飯ってなんか特別感ありますよね。もちろん人に作ってもらうご飯それはもうすごく美味しいです。でも自分で作ると余計美味しい。で今ナンバーさんと、まあ、一緒に企画やらせてもらってて、あの1ヶ月に1回、まあ、あのその連載記事を出してもらうっていうので、まあ、ちょうどまあこの自分がイタリア行く時にこういうきっかけをもらったんで、まあ、自分がイタリア行く中でも、まあ、1年目最初の1年として、まあ、少し記録を残してもいいなというので、まあ、そういう流れで1ヶ月に1回、まあ、ナンバーさん取材受けて、まあ、今どういう状況でどういう心境でとか、イタリアは生活どうですかとかいうそういうところ、まあ、なかなか今コロナでイタリアに来れないことも多いし、やっぱりなかなか日本に伝わることって難しいので、まあ、難しいので、だから、まあ、そういうナンバーさんの、まあ、力も借りて皆さんにそうやって伝えることができたらいいなと思って、うん、でお箸買ったんですよ。でその日本人 の知り合いの方に、イタリアンで知り合った方に、本当に前お食事も連れて行ってもらってほんまに感謝しかなくて、お世話ずっとしてもらってて、で分からないことだったらすぐ聞いて教えていただいて、本当にあの助けてもらってるんですけど、で前近くにアジアみたいなのがあって、そこ行ったらごまドレッシングとか結
構日本食とか日本の調味料とか持ってて、でまあ自分もそこでも爆買いして、うわ日本食食えるみたいな。でやっとそこでお箸が買えたんですよ。やっぱねお箸持てる人、日本だと当たり前ですけど、やっぱり海外はお箸やっぱ使う習慣がないから、イタリアとかも特に、まあ、やっぱもうナイフフォークが基本やから、やっぱお寿司みんなで行ったとしても お箸やっぱ使いにくいっていうか、もうすくうぐらいしかできないみたいなね。日本とかやっぱりお箸使う文化ってまた、特別感もあるなと思って。